はい、どうも、ともしです。閑散期ということでね、何か配達員にいい副業はないものかみたいな話が出てますけど、まあ、閑散期ではないと思うんですけどね、まだ寒いんでね、もうちょっと暖かくなってきたら元にならなくなりますよね。1時間1本ぐらいしかならなくなると思いますけど。で、閑散期に最適な副業、なんかありますかね。パチンコ、エアコンマン、ポスティング、コールセンター。コールセンターはまた微妙だと思うんですよ。コールセンターって基本まともな仕事なんですよ。8時間フルタイム、フロタイムみたいなやつなんで、そんなにこう、短期とか短時間ってないんですよね。なぜかっていうと、コールセンターって基本的に研修が入るんですよ。で、受電するまでに1ヶ月とか2ヶ月とか、研修かかるんで、まともなところは。だから大変なんですよね、意外とね。ほい来た、ほい来たみたいな。簡単なマックジョブではないんでね。そういう意味ではマックとか、マックデリバリーですか、マクドナルドとかいいんじゃないですか。コンビニの店員、マクドナルド、ピザ配達とかね。まあでもさ、年食ってくるとさ、やっぱりさ、コンビニとかさ、接客とか結構しんどくなってくるんですよね。まあ今あんま人いないと思うんですけど、なんだっけ、映画館の切符売りとかさ、店員さんあるじゃん、映画館とか。ああいうのもね、30超えるとできないでしょ。30歳過ぎてる人は、なかなかこう接客とかできないですよ。コンビニは知らんけど。どこがいいですね。マクドナルドは働けると裏方があるからね。厨房で働けると思いますし。まあ、私マクドナルドで大学生の頃バイトしてましたけど。まあ、結構大変だと思います。忙しいですからね、マクドナルドね。だから、牛丼屋とかマクドナルドは忙しいと思うけど、まあ、24時間やってれば結構時間選ばないかなって気もしますしね。あとぶっちゃけた話、あれじゃない？ヤマトさんとか。昨日もね、東陽町で並んでました。本社の前で。あそこから猫バス出るんですよね。お台場のとこ、有明のところの、バスで行くと。どこが出てんだっけ？なんか港区の方と、どこだ？大森かどっか。と、豊洲と東陽町か。なんで東陽町から出てるのかわかんないですけど、東陽町すごい並んでましたよ。何人ぐらいだ？ 30 人ぐらい並んで。木場のところからも出て、木場のあの端のところからも出てたの。同じとこ行くのかは知らない。でも、あそこの基盤のところは、なんか、ひょっとすると、枝川っていうか、八枝橋のところかもしれないですけど、ね。私、フルキャストで行ったことありますよ。ヤマト何回かね。しんどい。ひたすらベルトコンベヤ乗っける仕事とか、なんか、積むやつですよ、ね。もう、しんどいです。とてもじゃないけど、8時間できないっていうか、大変。超大変。はい。でも、並んでるから人気なんですかね。なところで、フードデリバリーね。まあ、やりようだと思うけどね、フードデリバリーもね。他のフードデリバリーやるとか、エリア変えるとかね。港区とかなってるんでしょ、多分。だからさ、わがままになっちゃってるから、ロング行かねえとかさ、安いの行かねえとか、いや、豊洲行かねえとかさ。昨日そういえばひどい目に、お腹なった。ひどい目にあったわ。PPDD2000 円だったから、問答無用で取ってみたんですよ。2000円だったからね。まあ1軒1000円だからいいやと思って。で、勝どきのどっかで出てたんで、そしたら1軒目が、その勝どきザタワー。2軒目がザタワーの隣のマンション。本当申し訳なかった。でも結構遠いんですよ。まあ1軒目が、取ったのが、茅場町で取ったやつがザタワーで、なんだっけ、あそこ。勝どき橋のとこにあるさ、ところからが隣だったから、まあ、ね、茅場でも、そんなところでございまして、何かいい副業はね、まあ私はね、副業っていうか、まあ大したあれじゃないですけど、まあ趣味なのか副業なのか微妙ですけど、まあ YouTube 活動とかね、あとまあ Kindle 本とか、そういうのもいいんじゃないですか。YouTube とか。ね、トギチューブさんなんて、ね、結構こういうトギチューブさんぐらい、トギチューブとあと誰だっけ、宗男じゃなくてなんだっけ、富美男、富美男じゃなくて、ほら。ユニオンからなんか歴史侍になった人とかさ。まあな、その別に、ウーバーのことで、ウーバーユーチューバーはまあ需要ないと思うんですけど、トギチューブとか歴史侍とかさ、なんかそういう、羽ばたいていく人もいいんじゃないですかね。あそこ TV はまたちょっと違うと思うんですよ。以上、もしでした。